コモリウオカは、鈴木木コモリウオアモクにところ属する魚類の分類群の一つ。コモリウオ族のみ一族二種で構成され、頭部から突き出たフックで乱海をぶら下げて保護する、習性がよく知られている。コモリウオカは、コモリウオと、ケイインデカスの二種のみを含む、小さなグループで、前者は、オーストラリア北部、ニューギニア島の淡水、寄水域に、 後者はインドからマレーシアにかけての沿岸海域に分布する。本家のオスは頭部にフック状の構造を持ち、卵を引っ掛けるように保持する。これらの独特の繁殖行動に関しては、オハイオ州立大学のティムベラによる多くの研究成果がある。しかし、水族館などでの飼育例は少なく、どのようにオスの頭部に卵が産み付けられるのか、詳細は、 ほとんど明らかになっていない。コモリウオカの仲間は左右に平たく、側平たした体型を持つ。体構は高く、いずれの種も背足はコブのように盛り上がっている。オスの頭部にはフック状の突起が存在し、卵を保護するために使用される。この突起は変形した上後頭骨に由来し、毛細血管の発達した厚い皮膚によって覆われる。口は大きく。 斜め上向きにつく。背びれは一つで、前方の棘上部は、竹が短い。尻びれは2本の棘上と31から47本の南上で構成され、尾びれは大きく、二股に分かれる。鱗は小さく円うろで、側線は短く耐火的である。表は拡張したバラれの一部によって覆われる。災害骨は薄く、全災害骨には4本の棘が存在する。 コモリウオカニは、ネルソンの体系において一族二種が認められている。ありがとうございます。